メディアを再生するザナット・ナットはセオドアリードが監督して1921年に制作されたアメリカ合衆国のサイレントのコメディ映画。フェアバンクスの電気作家であるジェフリー・バンスはこの作品についてナッツはマイナーな作品でありフェアバンクスの経歴についての批評的評価の対象から見過ごされることもしばしばある。これは不幸なことでありこの作品中には 魅力的なシークエンスがいくつもあり、俳優兼プロデューサーだったフェアバンクスが制作当時に持っていた考えの多くが表現されている、と述べている。バンスはまた、この作品は混乱したドタバタ劇のようなものであり、魔法のような仮面劇やイリュージョン、ギミックなど瞬時に大いに楽しませてくれる要素にも満ちているとも、述べている。当時の映画新聞に掲載された要約によると、 主人公チャーリーにはガールフレンドのエストレルがいて彼女はもし金持ちが貧しい子供たちを日々自分の家に受け入れるならその環境によって子供たちはまともに育つだろうと考えていたエストレルには金持ちの知り合いがいなかったのでチャーリーは介護を持つことを計画するチャーリーは本当の金持ちばかりでなく桜も必要と考えて何人かの男たちを雇うが 実は彼らは、コソドロや、爆地打ちであった。次にチャーリーはダミーを使うが、エストレルは騙されず、彼の仕打ちに腹を立てる。とある金持ちの新聞記者が、死体を運ぶ、男の話を取材していたところ、実はそれはダミーを運んでいた、チャーリーで、こうしてチャーリーは、本当の金持ちと知り合う。エストレルは、満足し、チャーリーの求婚を受け入れる。このかフランク・キャンポー、 ジャンヌ・カー・ペンター、チャールズ・チャップリン、メアリー・ピック・フォード、チャールズ・スティーブンスがクレジットなしで出演している。ただし、フェアバンクスの電気作家であるジェフリー・バンスは多くの映画視野が主張しているチャールズ・チャップリンの本作への出演について異論を唱えており、パーティーの場面で放浪者の姿で短く登場する人物がチャップリンの模倣者であって、 チャプリン本人ではないことは明らかであると述べている。ありがとうございます。